はい、任天堂スイッチ版ウィニングポスト8/2018実況を始めていきたいと思います。現在1990年10月3週ですね、55億円所有しております。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日もね、スポーツドリンクをいただいております。いやー、暑いですね。今日もね、残暑厳しいです。まあ、そしてね、先ほどコンビニでね、あの焼き鳥買ってきましたよ。そしたらね、焼き鳥ね、硬いんですよね。たまにね、コンビニにね、置いてあるね、肉系ね、唐揚げとか、ね、焼き鳥とか、硬い時ありますよね。ちょっと置きっぱなしにしていた時間がね、長かったんでしょうね、おそらくね。うん、まあコンビニの宿命かなと。うん、当たりが悪かったなと。まあそういう点で、あのね、あのおでんとかはね、あのほったらかしにしてもいいんで、向いてるんでしょうね。さっき言ったらね、おでんがね、置いてありましたよ。このクソ暑いのね、おでんが食べる人いるのかなと思ってね。あれ準備だけしてただけなのかな。ねえ、まだ8月なのにね、おでんをね置いてあるんですね。さて始めていきましょうか。ちょっとね、久々になってしまってね、申し訳ないんですけど、パソコンの方がね、修理に出していて、まあ結局ね、あの故障じゃなくてね、良かったんですけどね。はい、まあそれでね、あのしばらくできなかったんですけど、久々ですね、任天堂スイッチ版ウィニポス8/2018ね。さて終盤を見ていきましょう。千代野が放牧中ですね。この馬もね、能力ある馬だったんだけど、まあちょっとね、デビューからね、ずっと国会を乗せていてね、あのなかなか勝ち上がることができずにね、クラシックもね、乗れなかったんですよね。この馬、私立ではダービー馬ですからね、ちょっとまずい育て方をしてしまったなと。まあ4歳ですかね、本格化してね、まあ G1に勝したんですよね。5歳か4歳の暮れに香港バーズ買って、まあ、5歳時にドバイシーマクラシックを勝ったと。まあ、結局 G1 2勝してるんで、まあ、それでもね、桜千代のからしたら物足りない結果かなと思いますね。はい。うん。まあ、車台神楽がね、府中牝馬ステークスから、まあ、普通にエリチョ行かせますか。ね。この馬もね、今年に入って、まだ G1 勝ってないんですよ。うん。勝ち蔵すら上げてないというね、このまま牝馬三冠馬ですからね。はい、大宅ヘリオスも海外遠征ではね、あの下回ってね、海外遠征では通用しませんでした。なのでマイルチャンピオンシップで復帰ですね。はい、マンレディもね、能力落ちてきてしまって、結局このまま G1 取れてないんですよ。なのでね、豪州のカンタラステークスに遠征させます。これがもう最後の G1 ゲットのチャンスだと思います。シンクロニシティあたりはね、まだ成長してるんですよね。これまあ G エベレストからマニカトステークスに行かせようと思います。豪州遠征ですね。統計2世もね、ちょっとね、レパードステークスにね、出走させてしまって、調子の方がね、ちょっと、うまくいってないんですよ。なので、まあチャンピオンズカップに間に合えばいいなと。バンブービギンもこれ豪州遠征させますね。はい。コックスプレートからエミレーツステークスですね。うん、あとはヒゲダルマあたりが意外とね、能力あってスピード A まで上がってきてるんですよね。これまあ富士ステークスでマイル先生に挑ませます。まあ、あと期待はね、2サイバーですよね。うん、2サイバー意外とね、あの能力低いんですよね。サカナブラインあたりもスピード D だしね。サカナブライン早めだよね。スグルステールス全然伝わってないんでごめんなさいね。スグルストレートがね、ちょっと期待してたんですけどね、現状スピード C か。ちょっと早熟馬としては物足りないスピード値ですね。はい、ガンガンね、ちょっと調教で攻めていきたいなと思います。まあ、先ほどね、ちょっとトレセン行ってね、調教の方いじりましたんで、スグルストレートはガンガン攻めますね、スパルタでね。はい、まあ、そんなところですか。始めていきましょう。ネクスト、サクッとサクッとサクッとタララ。さて、G エベレスト、シンクロニシティですね。これ G1 カットしね。G エベレストって言ったらね、賞金がかなり高額ですからね。登録料もね、5000万円ぐらい払って登録したんでね、これ気合が入る一戦です。ライバルが、うん、どうですかね。3番人気シーミステリー、1番人気スタッドブレスト、2番人気ベルベットブレース。まあ、あまり聞いたことないんでね、これチャンスありますよ。うん。ねえ、シンクロニシティもスピード A か S ありますからね、これ。通用すると思うんですけどね。これレース行きましょうよ。ね。まあ、修理に出してる間ね、PS4 の方でね、ウィニングポスト8/2016の実況を上げたんですけど、見てくださいましたかね。うん。
最初に入場するのはこの馬もそこそこの黄色の、まあ、PS4 版よりも、ね、正直任天堂スイッチ版の方が鮮やかな感じはするよね、うん、画質は劣るとはねそんな思わないですね。はい、まあ、もうそろそろね、あの次回作のウィポのアナウンスがあると思うんですけどね、どうですかね、ウィポ9出ますかね楽しみに待ってるんですけどね、これでウィポ82019だったらがっかりだよね、超がっかりするんだけどねさてシンクロニシティコースタート、グラフィック綺麗だよねこれ、スイッチ版でもね、うん、まあ、PS3 版が元になってると思うんですけど十分綺麗ですよね、うん、これをね携帯機でやれるっていうね、ニンテンドースイッチは携帯機にもなりますからね、まあ、PS4 版の方もねビータが持ってたらね、あのなんていうんだっけ、リモートプレイでビータでできますけどね、うん、チャンスあるチャンスある、真ん中から真ん中から抜けてこいよ抜けてこいよ、シンクロニシティだろう、シンクロニシティでちょっと厳しいですね、うん、伸び足りない、まあでも掲示板に入ってくる、掲示板に4着に来い4着に来い4着に来い、よし4着、まあ4着ですか、まあ賞金どれくらいあるんだろうね、4着でも結構あるんじゃないですかね、元は取ったでしょ、5000万あるんじゃない、ないかな、ちょっとわからないんだけどね、うん、まあでもこの世界一決定戦でしょ、スプリント戦のこのレース結構いいレースしましたよね、さ、サカナブライアン14番人気なんでそんなに行きないの、まあ、サカナブライアンパワーある馬だったんでね、あの魚あるコースのが良かったかもしれませんね、まあ、シスター投手とかね結構強いところ出てますよ、スカーレットブーケとかね、ミスタースペインね、結構強メンツですねこれはね、まあ、これネクトで行きます、サクッと行きたいんで5着と、まあ、頑張りました、これ魚あるコースに出して、まああのね、ホープルステークス狙いましょうよ。さて、富士牝馬ステークス、もちろんシャダカグラ1番人気ですね、プッチも6番人気と、まあ、ニフティーニース、マロングラッセ、第1ルビーには勝てねえわ、まあ、これ大ですよ、見ましょうね、はい、夏競馬の、ね、予想の方しましたけどね、夏競馬炎の5番勝負やってましたけど、まあ5戦全敗でしたね、うん、まさかの5戦全敗って、ね、言ってくれた方が、ね、コメントでいたんですけど、全然まさかじゃないですからね僕の実力というか、まあ、夏場はいつもあんな感じですね、はい、よし勝ちました、やりました、これでエリジョ行かせましょうね、夏場いつもあんな感じなんでね、うん、いつも通りというのが、まあ、僕の視点ではそうなりますねあの春の絶好調がね、あのまぐれっていうかできすぎだったんでね、あんなうまくはいきませんよね、1年通してね、うん、やっぱり反動っていうのはきます、ただまだね現段階でねプラス1200円ぐらい残ってるんですよ、もう秋勝負ですね、秋競馬だからもう気合い入れていきましょうよね、プラス収支をかけたね、さてヒゲダルマあたりもね期待してるんですよね、スピード A まで上がってきましたからね、パワーもあるんだよね、パワー S だからこれも走るよね、テュデナムキングとかあまりね思い入れのある馬ではないんですけどね、テュデナムってどういう意味なのかな、うん、ちょっとねまあ、シンクロニシティ予定組んでますよね。この馬の、ちょっと、賞金だけ見ておこうか。あの、気になりますからね。GA ベレストのね、4着賞金、あ、7800万円で、元は取ってるね。元は取ってると思います。5000万だよね、確か登録料ね。うん。まあ、そして、サカナブライアンの方をね、ちょっと組まないといけませんね。ベゴニア賞になってるんだけどね、うん、まあ、調子は絶好調やね、この馬ね。パワー A なんでね、これ、坂のあるコースが絶対向いてると思います。まあ、それで 2000m ぐらいの方が合うんじゃないかなと思うんですよね。これ、100日走特別出しましょうよね。うん。ネクソ。
っぱウィップは楽しいよね、久々やったらね。うん、ヒゲダルマ5番人気、人気ありませんね。あ、新聞見ましょうね。新聞で、あ、トシグリーンね。トシグリーンってあまり知らないんだけど、まあ結構ね、短距離で実力のある馬なんでしょうね。グリーングラス3区なんだ。へぇ。グリーングラスって言ったらね、TTG ですよね。東証ボーイ、テンポイント、グリーングラス3強ですけど、まあ、長距離馬だと思ってたんですけどね、こんな短距離馬が生まれてるんですね。はい。まあ、強敵はトシグリーンやね。はい。さて伸びてこい、内から伸びてこい。力はあるはずだ、力はあるはずだ。お前の力はこんなもんじゃない。伸びてきた、伸びてきた。頑張れ頑張れ、トシグリーンを差し切るんだ。最後外からピンクの帽子がすごい勢いで伸びてきてる。黄色い帽子だ。粘ってくれ粘ってくれ。刺されたよ。ディアエトワールって知りませんね。すごい足でしたね。うん、まあでもなかなかね、いい競馬見せてくれました。マイルはね、合いますね、この馬ね。はい、ヒゲダルマね。まあ、ポギャルはネクストでいきます。はい、まあ、それで一旦切りましょうかね。はい、さて G1 戦線ですかね。秋天出してないんだ。秋天はそうか、あの桜千代の王は報復に出したんだね。バンブービギン楽しみですね。はい、ユーフォルビアもね、これ結構力あると思うんで、結構期待してるんですよ。重賞挑戦ですね。はい、ダンディーゲームはどうですかね。遅めなんで、まあでも期待しましょう。はい、トシちゃんはダメだな。うん、さすがですね、伊坂さんね。はい、あ、テオーの世代なんだ。そりゃダビー取れんわな。テオーには勝てないと思うな。さて一旦止めます。はいはい、始めていきましょうね。はい、ちょっとね、音声のバランスがね、あのおかしいかもしれません。またね、今度直しておきますんでね。はい、サクッとネクストいきましょう。今日もね、できたら30分ぐらいでね、終わりたいんですけど、なんかね、30分で終わるつもりでもね、40分やってしまうんだよね。まあ、今回、まあ、40分というのはさすがに長すぎると思うんでね。さて、バンブーベギーに12番人気、ちょっと人気ありませんね。まあ、コックスプレートって言ったらね、結構有力馬がね、集まるんですかね。うん、クリエイター、強いね、これね、マジカルカレント。4番人気、ウィンドフェアリー。牝馬やね。セカンドコンティネント、3番人気。1番人気、ダンディーイースト。まあ、クリエイターぐらいしかね、知ってる馬いないんですけど、まあ、結構、やっぱりライバルは強力なんだろうね。まあ、大事にしていきます。ムーニーバレー競馬場。うん、ちょっと厳しいか。あ、直線短いコースやね。まあ、伸びてきたんですけど、足りませんね。完敗です。一番人気かダンディーソー。あ、クリエイターもね、2着に突っ込んできたと。やっぱりね、このね、あの欧州の馬も集まりますからね、コックスプレートはね、ちょっとライバルがきついです。バンブービギンもね、まだ G1 勝ってないんですよね。あ、結構人気ありますね、ユーフォルビアね、3番人気と。まあ、ライバルもね、結構強力なんじゃないかなと思います。レガシーフィールドあたりだとでもカットしんだよな。まあ、ラインアラウンドはしませんね。ヨドヒーロー3区。ヨドヒーローってなんかかっこいいよね。ヨドヒーローってシーツーバーですかね。かっこいい名前だね。うん。まあ、大事すぐ行きましょう。うん、ちょっと後方のインに包まれてるけど、そこから抜け出してこれるの？これるの？そこからに抜け出してさ、あ、でも前開きましたね。あー、でもこれ坂ダメなのかな、このまま。伸びてきた、伸びてきた。よし。最後まで伸びろ。ちょっと前が壁、前が壁、前が壁。あー、伸びませんでしたね。ちょっと坂がダメなのかもしれないね、ひょっとしたらね。坂が得意だったら、そこからね、ぐいっと伸びてくるはずなんですけど、ちょっとね、
全然伸びあぐれましたね。伸びが足りないと。あ、でも言われませんでしたね。まだ成長途上なんだなと。はい。ダンディーゲーム一番人気。一番人気か、おい。ここはね、勝ってもらいましょうよ。10ポイント3区ですからね、この馬。ねえ。10ポイントのボバーっていうのは熱いよね。うん。こういうのはやっぱりゲームでしかね、できないんで、ね。ウィポの醍醐味ですよね。おい、先頭でね。粘ってくれ、粘ってくれ。粘ってくれ、粘ってくれ。風車道で。これは強い競馬やね。うん、ぶち切った。これは強い。あ、ダンディゲーム強いね。うん、強いね。いいですよね、ヒカキンさんはね、あんな可愛い猫とね、あの一緒に住めてね。僕も猫好きなんですけど、まあ何年前から3、4年前にね、飼い猫亡くなってしまって、まあね、新しい猫飼いたいんですけどね、あのね、もや親がね、もう年も年なんで、もういいかなって言ってるんですよね。うん、まあ、マサとジョッキーでいきましょうね。はい、あんな可愛い子猫欲しいよ俺もね。うん、トシちゃん一番人気、これネクストできます。はい、ブーニャンが生きてたらな。ねえ、あの実写動画にも猫をね出してね、お金を稼ぐみたいな猫を出しにしてお金を稼ぐみたいなこともできるんですけどねいいことずくめだからね、ね、飼い猫出すっていうのはね。うん、さあシンクロニシティ期待ですね、この馬ね。あの前走まあ頑張ったんでね、 G エベレスト4着ですから、このマニカトステークスレベル落ちると思うんでね、チャンスは十分にあると思います。はい、バンブブギーもね、エミレーツステークスの方がレベル落ちるんじゃないかな。これ連投ですね、連投させます。はい、マンレディはちょっと能力落ちてきてるんですけど、まあまだスピード A あるんでね、ワンチャンあると思います。はい魚バラン期待ですね。ね、はい、調子は絶好調。うん、ダンディーゲーム走るんですかね、これもね。うん、エマトラズちゃんもね、なんかバカにされてそうやな俺な。さてイベントと、カビルンルンが意外と名品ですからね、この馬ね。ラッシャンルーブル3区、これはあげません。そう、ヒゲダルマはチャレンジカップになってるね。まあね、いいですかね。うん、ちょっと放牧出した方がいいね、これね。うん、まあ成長型遅めなんで、これからですね、ヒゲダルマはね。あ、ダンディゲームね、ダンディゲーム中京に行かせるんだ。これも血統が、まあ、車台スピーチの品系とね、テンポイント3区ね。まだ能力そんな高いわけではないんだよな、これもな。ぶっちぎりはしたもののね、スピードもそんなあるわけじゃないしね。え、まあ、500万からがベストでしょうね。マイル走るんですかね、この馬ね。クラシックでしょ、やっぱダメだな。何かありませんかね、2000メートルぐらいでね。まあ、ハボタン賞を出しましょうよね。はい、まあ、できれば年末まで進めたいんですけど、無理やな。うん、30分っていう枠があったら無理やな。シンクロニシティ一番人気、一番人気だと、なんだと、まあ、3番人気シーガイドブック、2番人気ブレイズアメジスト、まあ、これ勝たないといけませんね。レースで見ましょうか。ムーニーバレーステ、ムーニーバレー競馬場ね、直線の短いコースだよね。実際リアルでもね、こんな直線短いかどうかね、ちょっと見てみたいですよね
YouTube で調べたら載ってるのかな、動画とかあるんですかね。さすがにここまで直線短くないと思うんですけどね。ちょっとスタート悪かった。ね、正方形、正方形じゃないか、長方形か。さらにはシンクロニシティ1番、ギャロップアーチ、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのは、こういう形の競馬場も珍しいですよね、四角形の。その外からカナディアンジュニアス、好位置をキープしています。シンクロニシティ、さあ先頭は、いい位置取りましたよ。これインのポケット、これ抜けてくるでしょうね。ヤングプリテンダー3番手、2番、シンクロニシティ。シンクロニシティスピード S なんでね、国内でもやれると思うんですけどね。これもう完勝でしょう。これ直線4角先頭、直線 200m しかないや、ムーニーバレー競馬場って。あ、これ強えわ。おお、首の低いフォームで強え。やりました。これで G1 2勝目ですね。できればね、殿堂入りさせたいんですけど、もうちょっとね、格の高いレースも勝ってほしいな。小島ふとしのシンクロニシティ、ね、ピンクの似合うシンクロニシティ。さて、バンブービギンは人気ありません。全然人気ねえな。15番人気、荷が重いか。エミレーツステークスも結構レベル高いんやね。3番人気マニックマイヤー、2番人気カフェボイス、1番人気サニーゲイト。まあ、これもダイジェストでいきましょう。フレミントン競馬場と。どこにいる。ちょっと伸びてきたけどね。まあでも馬の後ろに入ったらあかんな。伸びてこい、伸びてこい、頑張れ頑張れ。力、結構来た、来てる来てる。頑張れ頑張れ頑張れ、さあ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 、頑張れ、もう少しだもう少しだ。いい競馬したんだけどな。通用しますね。これ、香港行かせましょうか、次走ね。はい。十分通用します。はい。まあ、力ありますよ。スピード S ですからね、バンブービギンもね。はい。15番人気は舐められすぎでしたね。まあ、連投だからね。まあ、オーストラリアの競馬ってね、連投が多いっていう話を聞きますよね。さて、マンレディもね、これ、まあ、ちょっと厳しいのかな。カンタラステークス、マイル戦ですね。2番人気サーストンジャック、1番人気チェイムズオブフリーダム、チェイムズ、チャイムズか。これも第一といきましょう。あ、内から頑張れ頑張れ。最後の最後の一撃、会心の一撃、背水の陣で伸びてきた、伸びてきた、伸びてきた。マーンレディ、女の意地を見せるんだ、女の意地を見せろ、女の意地を最後見せるんだ、頑張れ頑張れ。うわ、2着や。あー、もう一歩やったな。いい競馬したんですけどね。このまま G12 着、もう4回目ぐらいじゃないかな。ね、惜しいところまでは行くんですけどね。あ、国会乗ってたんや。国会今年でね、この世界から消失するんでね、また入れましょうね、国会ね。はい。いや、お前最後 G1 勝ってくれよ、プレゼントしてくれよ、お前 G1 をさ、一勝ぐらいさ。マスミカーブネクストですね。はい、勝ちました。はい、桑田投手のスローカーブね。桑田投手はね、ストレートの次に、まあ、変化球ね、最初に何を覚えるかって言ったらチェンジアップって言ってましたね。チェンジアップってね、普通野球のボールはまあ人差し指と中指で握るじゃないですか。それをね、中指と薬指で握るらしいですね、チェンジアップってね。僕知らなかったな。もう本当だから、そういうの教えてほしかったよな、子供の頃にな。全然知識なかったね。ま、だから僕の頃も、僕の中学校の頃もね、軟式やってたんですけど、監督がね、学校の監督がバレーボール上がりの監督だったんで。やっぱり野球やってた人の方がいいよな、指導者はね。サカナブライアン1番人気、まあ、そんなこと言ったら悪いんだけど、いい先生だったからね、本当に。中学のね、先生、感謝してますよ、本当に。いい先生でした。サカナブライアン、1番人気か、これ。まあ、ダイジェストいきましょうね。ちょっと待って、新聞で、
ストロングカイザー、オーシャンチャート、谷のボレット、結構強敵だよこれね。まあ、これ勝ったらね、もちろんホープフルステークス行かせたいと思います。魚ブライアン、あーちょっとまた内から、あーでもこれさせるんじゃない、させるんじゃない、インからインからインから頑張れ、追うんだ追うんだ追うんだ、最後まで必死に追うんだ。おいオレンジの星来てるよ、粘ってくれ粘ってくれ、よし、うん、この力ありますよね。魚あるコースの方がやっぱり向いてますね、これもね。はい、やりました。うん、もう13分も経ってんだね、これ。だから今25分ぐらいでしょ、合計で。30分ってあっという間だよね。30分短すぎるやろ。あ、スピードCか。でもこれから成長するんじゃないのね。スグルストレートもね、早く出したかったんですけど、ちょっとね、これ早熟馬だからどんどん出さなかった、出さないといけなかったですね。もうちょっとちゃんと見ないといけないね。うん、まあイグニッションあたりもこれパワーがないんだよね。スピード上げてますね。だからパワーね、これ以上上がらないと思います、このまま。うん、福島が合うかどうか。福島もね、緩やかながら坂がありますからね。まあ、エリジョの車台神楽も楽しみです。はい、うん、シンクロニシティ強かったね。シンクロニシティはどうしようかな。まあ普通に香港ですよね。香港のスプリント行かせますか。香港のスプリントレベル高いんだよね、だからね。うん、デイジュールとかいるしね。まあ、マイルもかといってマキャベリアンとかいるしね。香港カップとかの方が案外勝てるんじゃない？サインレーン。ちょっとスプリント行かせましょうかね。はい。デイジュールとかに勝てないと思うんだけどな。報告出します。あ、違うって。なんだよ、これ。ちょっと待ってください。なんだ、これ。あ、放牧出せないんだこれ。どういうこと？まあ、出さないでいいですかね。はい、まあ、いいですか。うん、うん、バンブーベギンも一気にちょっと疲労がたまったね。連投したからね。まあこれ休ませるしかないかな。連投やっぱり厳しいね、これ。ちょっと健康が D プラスだから連投はちょっときつかったですね、これ。まで無理させてしまいました、申し訳ないなと。まあ、なのでね、どうしようかな。まあ、これまあ放牧出すしかないよね、これだけ疲労が上がったらね。うん、まあ、統計人数上がってきましたね。あ、魚ブライアン朝日杯になってますけど、連投させようかね。連投させましょうよ。あ、連投ではないんだ。あ、連投やね。うん、ここ連投させてもいいと思うんだけどね。うん、ダメかな。健康 B プラスなんで、まあいけるでしょう。うん、まあ行きましょうね。イベントがありますね。始まりの歌89。あ、これ走るよね。カツラの排水溝の子供と、排水溝の血を継いだね。始まりの歌の子供だ。へえ。これはね、もう頼みましょうね。はい。お願いします。これ最後になりますかね。12月3、ね、2週までね。もう30分近く経つんですよね。30分ってこんな短かったんだな。うん。さあ、スグルストレートには期待しています。これ、早熟馬なんで、ここでは勝たないといけませんよ。ちぎってほしいね。さあ、短い直線。これはもう完勝ですね。うん。
シグルストレート、まあでもそこまでちぎるほどではないんですよね、この馬ね。まあでもこれからです、この馬のね輝かしい奇跡はね。はい、ちょっと軽く1周ぐらい放牧出して備えた方がいいですかね。この前ね、あのマイル戦でもいけそうですよね。朝日杯出したいね。うん、輪島くんね、すぐねモデルのジョッキ忘れてしまうんですよね。モデルいるんですかね。うん、その度にね、あのバンビーさんが教えてくださるんでねありがたいんですけど、でも覚えられないんだよな。うん、車台神楽一番人気、まあでもマイネワードとか知りませんね。メジロシェル、ノーブルグルーブあたりも聞いたことないし、あ、イクノディクタスが強敵ですかね。3歳馬か。まあ強敵イクノディクタスです。ダイジェストでいきます。鉄の女、アイアンウーマン、イクノディクタス、ちょっと伸びあぐねてますね。あ、これは伸びないわ。あ、ダメですねこれはね。うん、なんか足元故障したような止まり方ですよこれ。ウィップはね競争中止とかないですよね。この一番人気がこんな破れ方するとはね正直思ってませんでした。何か足元にね事故でもあったのかどうか。ちょっと敗因が分かりません。うん、今年1年、車台神楽にとっては、ね、ちょっといい年にはなりませんでしたね。マイルチャンピオンシップ楽しみですね。はい。ね。マイルチャンピオンシップね、2レースしかないんで、やりますか。ね。はい、もう1周やりましょう。ネクスト。さて大逃げで行かせますか。久々の国内戦なんでね、まあ、プッチョネクストで行きますね。はい、久々に大逃げかましますかね。2番人気、1番人気はナルシスノワール。この馬には負けないと思うよ。うん、バンブーメモリーの方がね怖いですよね。八重の無敵、八重の無敵も怖えわ。うん、まあ強敵はいますけどね、大逃げで行きます。まあ、これ大逃げしてるんでレース見ておきましょうかね。はい、まあね、パソコン頼むよお前。パソコンね、あの修理に送ってる間ね、2王の実況とかやってたんですけど、やっぱり視聴回数伸びませんよね。ただね、あの視聴回数伸びない中ね、あのいいねをね、いいねっていうのかね、高評価ね押してくれる方もいるんでね、まあ、続けたいなと思うんですけど、最近やってませんね、2をね。高評価ボタン嬉しいよね。コメントもね嬉しいけど、コメントはだからなんか嫌なコメントとかもあるんでアンチコメントとかあるんで、ちょっとね、あの怖さもあるんですけど、高評価は素直に嬉しいですよね。さて大逃げしてほしいよ。よし、コメントを除くの怖い時ありますからね。だからね、いいコメントだけだったらね嬉しいんだけどね、そういうわけにはいきませんから、さて大逃げですね。調子いいですよね。調子良かったと思うんで、まあ、マイル戦で大逃げっていうのはあまり見ないんですけど、大宅ヘリオス大逃げバーでしたっけ。まあ、リアルで見てないんでちょっとわからないですね。はい、さあこれ持ったままで行くんだよね。もう追ってほしいんだよね俺としたら。追ってほしいんだよ。もう持ったままなんて余裕ないからさ、追うんだ。よし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 、あ、これ勝ったでしょ。これ強えわ。あ、これ完勝ですね。国内だったらやっぱり無双しそうな感じありますよね。やりました。あ、占領役者とかも名前かっこいいですよね最近そういう名前でかっこいいなという名前いないな。なんかななんかいますかね。占領役者とかやっぱりかっこいいよな。名前見ただけで好きになるよね
あ、ごめんなさい、コメント見たかったね。はい、というわけで今回ね、これで終了したいと思います。はい、あー、ダイレクトヘルス強いわ、買ってよかったね。うん、というわけで今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。